はいどうも、ブラッドです。では今日もエンゼルスの情報、そして今日他のチームではオープン戦も始まっていますので、今季から始まる新ルールについても少しお話ししていきます。まずは大谷選手について。今日も昨日に引き続き打撃練習を行いまして、31スイング中柵越えが15本、昨日は35スイング中柵越え8本でしたので、今日はかなりハイペースで調子上げてきたのかなっていう感じですね。中でも7本連発、さらに推定150メートルの超特大弾もあったということで、コンディション相当良さそうに見えますね。そしてこちらも昨日に引き続きですね、即席でサイン会も行っています。また詳しい日程は明らかにされていないんですが、日本に帰国する際、チャーター機で鈴木誠也選手と一緒に乗って帰国するということが明らかになっています。もうこれ想像しただけでワクワクしますね。飛行機の中のVIPな空間で翔平さんと誠也さんが一緒にいる、一体何の話するんですかね。やっぱお互い野球マニアっぽいとこあるんで、もうずっと野球の話してるのかな、 WBC とかメジャーのこととか情報を共有するのかな。もう考えてだけでね、楽しくなっちゃいます。で続いてなんですけれども、これ TBS の公式 YouTube であったんですが、リポーターの方がエンゼルスのホワイトフィールド外野手にインタビューしたんですね。こちらオーストラリアの代表でもあります。でそのホワイトフィールドの話の中で、翔平は WBC 中国か韓国戦で先発すると言ってたよって話してるんですよ。これ本当だったら結構偉いことですけどね。まずホワイトフィールド何言ってんだっていうこともありますけども、まあでもさすがに大谷さんのジョークでしょうかね。そんな大事な情報を大谷さんわざわざね言うっていうことはちょっと想像つかないので、まあジョークだったんじゃないかなと僕は思いますけどね。それかもう本当に栗山監督から中国か韓国頼むぞって言ってあるのか、まあこれはおいおい分かりますからね。まあそこも楽しみにしたいと思います。続いてオープン戦についてですね。まず現地25日の開幕戦はタッカー・デビッドソンが投げると、昨日お伝えした通りなんですけれども、その次がデトマーズ、そしてサンドバル、そして28日大谷選手というふうにアナウンスされています。で新加入したタイラー・アンダーソンもこの後投げるっていうんですけれども、まだ詳しい日程は出ていないです。で26日なんですけれども、先発マスクオハッピーなんですけれども、途中からエドガー・クエロが出てくると。これクエロっていうのはね、去年マイナーシングル A で MVP を獲得した強打のキャッチャーであります。まだね19歳、20歳になってないんですよ。エンゼルスのプロスペクトランキングトップ5には入るね、もう宝です。エンゼルスのね未来の宝。MLB.TV で放送がありますので、ぜひね見れる方見てみてください。僕も楽しみです。その他お伝えしていきます。現地2月24日はマイケル・ステファニックの27歳の誕生日ということで、おめでとうございます。ステファニック頑張ってほしいですね。ヒットツールはかなりのものだと思うんで、もうちょっと守備を鍛えてまたメジャーに帰ってきてほしいなと。今年もどこかで出番ありそうですからね、しっかり準備してほしいなと思います。そして新加入のブランドン・ドリューリーが今日ショート、そしてアーシェラがファーストで守備練習を行っています。続いて2002年エンゼルスの世界一メンバートロイ・パーシバル、そしてダリン・アースタッド氏がキャンプ地を訪問し臨時コーチをしています。そして冒頭でも話した通りオープン戦が始まっています。今日9イニング制の試合が2試合あったんですけれども、ともにかなり試合時間短縮されていました。去年の平均が3時間3分だったんですが、今日は2時間29分と2時間33分。まあもちろんシーズン入ったらねまた変わるかもしれませんが、いやこれ効果大ですね、試合時間短縮という意味では。あと個人的に意外だったのは、ピッチャーは時間をいっぱいいっぱいまで使いませんね。まあピッチャーにもよるかもしれませんが、タイマーがゼロ付近になるまでピッチャーは自分の間合いで投げると思ってたんですよ、時間を使って。ただ今日ね投げてたピッチャーを見ると、もう準備できたらすぐ投げてましたね。もう8秒とか残っててもすぐに投げてました。でも見てたら納得ですね。カウントダウンがね始まってるわけですよ、7、6、5、4、3、2、1って。
それを見てたらもう早く投げなきゃってなりますね。ギリギリまで待ってるっていうのはちょっと心理的になさそうですね。だから最初ね、見てて違和感がありました。ピッチャーみんな投げ急いでるなーって。もちろんね、時間短縮っていう目的なのでそれでいいんでしょうけど、ちょっと慣れるまではね、皆さんも違和感あるんじゃないかなと思いましたね。そして今度バッターサイドからですね。パドレスのマニー・マチャドが初めてこのルールに抵触してストライクを取られました。バッターのルールとしてはタイマーが残り8秒になる前にちゃんと打席に入ってピッチャーの方に注意を向けなきゃいけないんですけれども、これをマチャドはね過ぎちゃったわけですね。でワンストライクを取られると、タイマーはちゃんとバッターが見えるところにあるので、まあ多分見てなかったんでしょうね。見てなかったかちょっとルールを忘れてたか。まあでもこういうシーンもシーズン序盤はあるでしょうね。緊迫した場面とか集中したい場面っていうのはね、あの視界にはタイマー入っていてもちゃんと意識してないと忘れちゃうことありますからね。うん、まあこれも選手たちが早く慣れてくれればいいですけどね。はい、では本日の動画以上となります。明日からねエンゼルスの試合が始まるということで、また詳細お伝えできればと思います。それではここまでご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。